いや、んうん、さんなんか、緊張せいいらっしゃいますか、はい、冬の競技、あれで。小さんに質問、アレクスさんなんかないでしょうか。はい、ありがとうございました。あの、とても興味深く聞かしていただいた。いわゆるピッチャーの、そういう心の動きが、そのまま、今の競技っていうか、数、うん、少ない、トライアルの中で、どうやって。 行くかっっててのは役に立ってるっていうのはまさにそれは経験をうまく高山さん自身の中で、えっと、なんていうかなあの切り替えてやってるんだなそういうところがないとやっぱりできないんだろうなっていうそこがすごくあのなんていうかな、うん、あの本当にさっきも言ったけど言語化できなくてこう自分の中でこう考えてやっていくっていうことがすごく重要だなっていうことは再近できましたね。 はい、ありがとうございますその聞き手側としてあの言,語化し言語化が大事ってすごい言われてるんだけども言語化されてるだからこそ言語化されてることが全てだと思い込んじゃはないことも大事ですよね。言語化されてない部分が実はそっちも大事だからこっそれこそこっちが聞き手側の経験を積んでいくことで言語化されてない部分の背景をどんだけ探れるかっていうところが あのあ、じゃこんなことかもしれないという想像がうまく反映されれば、失敗することもあるかもしれないですけども、練習の、うん、浜岡さんがおっしゃったみたいな、その練習のトライアル、挑戦だ練習の段階からの,あの、まあ、遊びだったりとか、トライアル的なことにつながるのかなと思ったりするんですけども。あの無,無理に言語化する必要はないと思うんですよ。ね とかっていう話で、うん、まあ僕らの話は佐々木さんもそうだと思うんだけど結論出ないんですよね。シりケるトンボで会話は終わっちゃうんじゃないかなと思う。そのあたりが、えっと、頼りないなって思われるかもしれないけど、うん、そのその後自分たちでどうや,うやってやっていくかの問題で、あのー、なんていうかな無理に言語化してこうだよねって言ってしまうとそこでもう決まってしまうんで。うん それは、違うかなっていう感じがしますね。え、うん、最近、その言語化の怖さもちょっと感じるんですよね。うん。うん、マニュアル化ですもんね。うん。うんうん